真っ黒なお弁当は、1989年8月1日に、新日本出版社から発行された、小玉達治、作、北島新平、への低学年向け絵本作品。1990年6月12日に、アニメーション映画化され、井手崎明が監督を務めた、被爆45周年記念企画作品で、広島原爆をテーマとした作品である。 何の変哲もない弁当を通して、原爆の悲惨さを訴える作品である。広島県の農村部に生まれ、司会を志す13歳の少年、折面茂げは1945年8月6日、自宅の畑の家庭菜園で採れた米と麦と大豆で、作った炊き込みご飯、大根とジャガイモの油炒めを、母、茂氏に弁当箱に詰めてもらった。決して豊かな食事ではなかったものの、 家庭菜園で採れた野菜と穀物を食べられることに、大使、シュゲルは、とても嬉しがっていた。しかし、そんな幸せな日々も長くは続かなかった。8月6日午前8時15分、原爆投下地点から600メートル離れたところの、疎開先の広島の作業場でついにシゲルは、弁当箱と水筒を抱えながら生き耐えてしまう。シゲルの持っていた弁当は、原爆の熱によって炭化してしまった。 変わり果てた息子の泣きを見て、悲しみに暮れる母は、茂る。お前は、弁当も食べないで死んだの。と号泣してしまった。普段、我々が何気なく食べている弁当を通して、戦争によって、当たり前の生活が戦争と、核兵器によって破壊されてしまう悲劇を描いている。ありがとうございます。